コミファンユッキー YouTube チャンネルの動画が始まるよ。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 おはようございます。さあ、今日1週間ぶりのワカサギ釣り、今回は第3回目となっております。先週とですね、ちょっと気持ち温度低いです。マイナス3度かな、はい、ということで今日も、今週で終わりかな。来週はちょっと厳しいんで、今週で多分自分は行けるチャンスとしては今週が最後なんで、今年最後のワカサギ釣りやっていきたいと思います。よし、これお前の仕掛け違うな。この軽村、これ俺か。うん、仕掛け。いや、これ俺だな。戻したからこっち。これ俺だわ。こっち使うわとか。来てる来てる。1m20。ほら、1メートルで真ん中だ。今度真ん中になった。なんだ、何がした。いいね、いいね。今、ブチッつったよ。どうしたのこれ。あー、諦めんじゃん。諦めの丸抜けしてるよ。マジ？見えてた。おお、メーター見せてます。してます。おお、ダブルだ。でかくないした。ね。よいしょ。よっ。撮影だけ、いいじゃん、いいスタートのタイミングが全然違う。そうだね、最初から連れてるし連れてるしね。うちはちょっと違ったね。うちも最初から深いところ目指したけど、限界が深かったから。完全やられたじゃん。逃げられたじゃん。あーまあね。楽しいゲームショーだよ。初メーターだね。あ、そっか。そっか。そうだね。ほぼレギュラー。レギュラーメンバーです。大体もうレギュラーじゃない。そうなんですよ、レギュラーメンバーなんですよ。いや、だるいわ、一人は。まあ正直、自分がもし道具持ってて一人で行くかったら多分行かないです。やっぱ誰か友達を誘って二人、三人ぐらいで行きたい。そう、俺もその方がいいなって。
まあ、あの自分道具一切ないんで全部フリメイソンさんから借りてる状態なんですけどね。もうすごく助かってんだけどね。それで俺はなんかほとんど来るのか。おでかい。でかいでかい。来ました来ました。すごい今日子供たち来てるな。すっげー天気いいんですよ今日。私のハサミやっぱダメだな。ダメかい。それ切りづらいわ。それ用じゃねえからな。いやもうそっちもそれ用じゃねえ。ただ糸切りバサミ。ちょうどいいんだもん糸切りバサミは。ちょうどいい。何もやってる？私メーター50だけどダメだ。逃げたんですよ。逃げたんですよ。逃げたんですよ。2メートル来たな。2メートル来たけど、ちょっと上げるの遅かった。あ、来てる。2メーターです。うわ、上に来た。オーケーオーケー。死ぬかったのもあるさ。棚でさ、棚がわけわかんなかったのか。どこが一番強いのかマジでわかんない。そこに、それに、なんか一番さ、強いてる時なんてさ、棚も決まってたじゃん、ここでいいって。大体決まってた。なんか釣れないときに棚がさ、ここがいいのかここがいいのかってなんかずっと探しながら、結構適当に釣ってたから、それは確かに。でも今も正直ね、棚が微妙、3メーター、60と1メーターくらい、2メーターでも釣れたっけ。2メーターでも釣れた。ちょっとしたからすぐ来るのが一番理想なんだけど、理想でめっちゃ釣れるパターン。前々回とやった場所とあんまり変わんないんですけどね。本当は魚探ちゃんがちょっと息してればいいけど、魚探が死んでるよね。今回ね、これで燃えてた。電池交換してねえから悪いのかなって思って。あれこれいねえかな、いいかな、違うんだけど、いそうだな、これいるな、いねえわ。電池は交換してなかったの思い出した。とりあえず一回つべこで言わせ、一回電池交換してから文句言おうかな。ダブルなんじゃないの、ダブルなんじゃないの、シングル。まだダブル釣ってないじゃん、釣ってないよ。俺釣りました。自慢してるわけじゃないけど。まあいいと思うよ。いや、その年でガンガン釣ってくれ。そうだね、まだ16匹しか釣ってないから。その年でガンガン行こう。なんかね、あの前々回の時よりは釣り方をなんかね、スムーズじゃないよね。続かないんですよ。誰かいないのかな。そんなことないよ。30で下から2番目、本当だよな。そう、びっくりするよ、火刺すと。
もうちょっとどこに探しながら見えた。お、見えたよ、下から見える。見えたよ、下から見える。見えた60。いい。うん。なんぼっち。見えた。マスターのマークか。飽きてる。飽きてきた。めっちゃ強度が3メートル上だな。3メートル。やべ、本当わかんねえ。ブルーの本とかゼロしちゃった。ここに来てる。もう本当だ。3メートルか。来ました。結構だいぶ分かった。なんかね、あまりなんかね、鈍くなってきてます、ね、もう昼近いから行けるかもしれない。あ、2メーターで来てる。メーターで上です。今度は。はい、結果ですけれどもですね、友達が92匹で、ホーミファンユキが、49匹。はい、多分これ完全ならネジマスだと思います。はい、だいたい15センチぐらいですね。はい、これが無事釣れました。はい。虹がかかる空には